こんにちは、大橋美智子です。今日はですね、ちょっと久々のサブチャンネルきちんと撮っていきたいなと思います。いや、何撮ろうかなと思った時に、実は私最近節約にハマってまして、で、まあ、これからジムに行くんですけども、そのジムの後やっぱお腹空くじゃないですか。なんでそのジムの後食べれるおにぎりを作りたいなと思います。でですね、最近自炊をしてまして、昨日の夜ご飯も家でご飯作って食べたんですけど、その残ったお米があります。18穀米なんですけども、これを使って、おにぎりを作りたいなと思います。はい、よいしょ。じゃあまずお皿、皿の上にラップをします。よいしょ。これ見て、コストコで買ったでっかいラップ。お皿の上にラップを敷きます。おお、いけ、よし、いった。こんな感じに、あ、ラップがちょっとぐじゅぐじゅにした。ほんとテーブル器用だからさ、こんな感じです。はい、この上にお米をこう敷きます。米の、はい、ちょっと濡らすといいみたいなんで濡らしますね。はい、お米ですね。お米をちょっと、昨日さ、ご飯をさ、水ちょっと入れすぎちゃって、ベタベタなんですよね。お、いい感じに敷きました。はい、こんな感じです。はい、ここの上にですね、私が最近ハマってるものを入れたいと思います。じゃじゃーん、愛知丸が作ったマグロと生姜のご飯じゃれ。いったか。おお、これでね、エリピオがお土産にくれたんです。愛知丸ご飯つって、生姜がめちゃくちゃね、美味しそうなんですよ。ああ、もう香りがね、もうほんとマジ最高。これを入れていきたいと思います。スプーンで、あ、ちょっと入んなかったかもしれない。ちょこっと入れますね。これもうほんとおにぎりとかにも入れられるし最高なんだよね。ちょこっと入れましたね。もうちょっと入れようかな。バターが美味しいもんですって。よし、こんな感じに入れました。おお、はい、これをラップ丸めます。ちょっとご飯上に置こうかな。こう、なんつったらいいのか、ホーリング。最高なんだけど。イエーイ、もうできた。早くない？おにぎり作るのって簡単だって、お米敷いて入れるだけだもん。18穀米のおにぎり完成。これをあともう一個、これをあともう一個作ります。やっぱね、お腹空くから2個食べたいもん。よし、同じくラップを敷きます。今お米ちょっと使ったら意外ともう残り少ない。ちょっと固くなっちゃった。
ちょっとさっきよりも大きめに作りますね。もうご飯もあとちょっとしかないですね。よし、さっきスプーンが取りにくかったんでお箸にします。ふっ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 ふ、おにぎりってさ、改めて食べると美味しいんだよね、めちゃくちゃ。うん、生姜、生姜さ、大好きだから、生姜とかニンニクとか大好きだからさ、こういうのめっちゃ嬉しいんだよね。うん、これくらいのお弁当箱におにぎり、おにぎりちょいちょい詰めて、さっきよりも大きいのができた。イエーイ、2個、2個、おにぎり2個できました。ちょっと大きめに作れた。はい、今日はこの おにぎりを持ってジムに行って頑張りたいと思います。残ったお米は冷凍します。はい、ちょっといつまで続くか分かんないですけど、頑張って節約頑張ります。はい、でね、ほんとね、やばいよ最近の節約。ほら、これね、なんだと思う？これお茶なんだけど、自分で作ってる。なんか下に沈没してる、やばい。でもこれ抹茶が下に沈没してて、特にやばいわけではない。これ抹茶なんです。ちゃんと作ってるんだ、偉いでしょ。はい、そんな感じです。はい、皆さんにご報告がございます。何度か、告知させていただいてるんですけども、私大橋美智子のカレンダーが販売しております。嬉しい。はい、このカレンダーはですね、私が、ずっと出させていただいております TBS さんの中居くん決め手の番組内で、決め手ガールという、形で番組出させてもらってるんですけど、その決め手ガールで、カレンダーを販売しております。で、今回その決め手ガール内で総選挙を行っております。カレンダーが一番多く売れた人には、ブレイクするチャンスもあったりとかするので、ぜひ皆さん、応援していただけたらすごく嬉しいです。カレンダー購入は概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。あともう一つあります。ちょっと待ってくださいね。はい、ラファーファー1月号販売されました。私がモデルしてます。そこの中でですね、今回ラファモ総選挙コーデ総選挙を行います。総選挙って2回言っちゃった。はい、ちょっと告知が下手くそなんですよ。こちらのコーデで、一番いいなと思ったら皆さん投票していただけたらなと思います。私がこちらです。で、ぜひ私のに投票してくれたらすごく嬉しいです。で、この投票で1になると皆さんにも、50名様に、私のコーデを、1になった人のコーデを、プレゼントしてますので、ぜひ皆さん応募していただけたらすごく嬉しいです。はい、総選挙あと2つラファーファーだったりとか、まあ、キメタガールだったりとかありますけれども、今が本当に頑張り時なのかなと思いますので、ぜひ応援していただけたらすごくすごく嬉しいです。お願いします。ちょっとこういう告知系がね、こうね、苦手なんですけれども、こう、うまく伝えられなくて、でも本当気持ち込めて、はい、言いました。もうダメだ、大丈夫かな。はい、ということで、よかったら、あとですね、12月13日も新宿ブレイズでビッグエンジェルがワンマンライブございますので、ぜひ皆さん来ていただけたら嬉しいです。すべてURL 概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんチェックしてください。バイバーイ。